空手とは何ぞや、南海の神技これ空拳、いわゆる古来より T と呼ばれ琉球で花を咲かせた護身の術である。 T とは人間が自己防衛をする本能のことで、その防御法は生存するのに必要な手段である。敵の攻撃から自己を無意識に防御する本能が T の素形で T 猛威と呼び、その技を高め先達は空手へと進化させたのである。空手の精神と道、いにしえの達人曰く、身に心鉄を帯びず平時においては心丹を練り受講を図り、急に際しては身を守る術なりと説く。すなわち多くの場合、肉弾を持って敵を倒すことを原則とす。しかりといえども機に挑み変に応じて武器を併用すること無にあらず。それゆえ人に打たれず人打たず、事なきを元とするなりの格言や、さらに空手に先手なしの精神文化君子の武術を人々は空手と呼び、ついには精神性の高さや哲学に裏打ちされ空手道と呼ばれた。歴史の概念。空手は唐の国中国から伝来された武術である。さらに言うならば、メソポタミア地方トルコ地方にあった剣法の技がシルクロードを経てインド中国へ、そして琉球に渡ったルートのほか、マリンロードすなわちインドネシアや南方方面を経由して琉球に渡った説がある。中国経由のルートを解くと、少林寺法典では琉球空手の大祖といわれるダルマが豪遠隔自称ダルマ大使と称し、インドのバラモンにおよそ1500年前に生まれ、シルクロードを経て河南省スザンに至り、少林寺を建造し武道尊道場を建て、丹心を鍛錬して健康法と空手の予備運動の原点とされる越筋経、すなわち空手に必要な筋肉と筋を鍛える法と、心の垢を洗い気を鍛える法潜髄経の二経を記したと伝えられる。そして大山の強者石岩刀と共に組手を交わしながら武術を高め、皇帝の絵画と腕州に伝授したのが憲法の歴史概念である。空手伝承説は他説もあるが、その剣技が琉球に伝承され T に多大なる影響を与え、現在の空手へと成長した。沖縄から日本全国へ空手が普及。1895年この年、大日本武徳会が京都に設立。武道家優遇策として称号藩士教師連士が設定され、柔道剣道が本土の中学師範学校に成果として採用。いよいよ武術が大衆へ向け普及される兆しが見えてきた。一方沖縄においては、空手は一子相伝の伝承形態が色濃く、秘密裏に指導することが一般的であったが、中国から帰った那覇手の比嘉女官僚により1889年沖縄で初めて空手術道場を那覇にて開設。1901年首里手の糸洲安校により首里尋常小学校にて空手指導が始まり、連鎖して県内の学校へ公開された。日本本土と交流が盛んになるにつれ、
南海の神技コレ空拳空手が文部省にも届くようになり、1922年本格的招聘を受けることとなった。文部省主催第1回体育展覧会が東京で開催され、船越義珍、義馬新金らが空手を紹介。その年の11月には琉球拳法空手が本土で船越により著述。柔道の加納治五郎、拳柔道などの協力もあり、慶応大学において1924年頃から空手研究会で船越は指導することになる。その後東京大学、拓殖大学などに普及し、1936年には大日本学生空手道連盟が発足された。関東方面へ普及する空手の伝承の一端である。一方関西においては1925年頃、首里手の本部長喜が外人のプロボクサーをリングの上で空手の技でノックアウトしたとの記事が雑誌に掲載され話題となった。1927年宮城長順が立命館大学、京都大学などで指導。1926年には中国から帰った上地流の創始者上地寛文により、和歌山にて道場が開設されるようになった。柔道剣道のようにあまり知られていない空手が当時のエリート層である大学において指導され、また柔道剣道の指導者の注目の的にもなり、1933年に大日本武徳会が日本の武術として空手を承認。1905年頃になり空手が空手へと改称された。1925年頃においても沖縄では習慣として流派はなく、 T を大きく分類して首里手、那覇手、泊まり手と大別していたが、本土に普及されるにつれて1925年に那覇手が郷中流、1933年に首里手が少林流へ、さらに1939年には小刀館流、1940年にパンガイヌン流から上地流へと呼称された。その間に空手の普及はますます大きくなり、四刀流、地刀流、和道流、極真会などが全国へ広がり、現在の状況となっている。以上のように日本は古来より武道の精神風土との関わりで、その文化や作法も琉球とは異なる歴史を歩んできたが、沖縄空手道は日本武道へ大きく影響を与えて日本の空手へと発展し、まず1950年代からアメリカへ普及し、その後今日までの半世紀に瞬く間に全世界へと広まっていったのである。空手道で磨き、空手の精神を鍛える、これ修行なり、これ道なり。